っていうのかな。皆さんこんにちは。それではですね、ガイダンスを始めていきたいと思います。で、今日のタイトルの今日のガイダンスはこういうタイトルですよね。で、ちょっと見ていただきたいと思っておりまして、仕事も両立できる秋からの週1通学で合格ハイブリッド学習法とはという形で話しさせていただきたいと思っております。担当はレクセニー講師ベニシオ佐藤です。まあ、内容でありますからね、簡単に言うならばベニシって社会人多いではないですか。その中でどうやって勉強していいのかなっていうところですよね。ただ一番資格と違う点ってそこでしょ。司法試験であろうが書士であろうが専門受験生っているではないですか。で、ベニシになるとそうではないもんね。主は働いている方ばっかしでしょ。平均的な、まあ、合格年齢が40歳ってらしになるんで老齢化ってことになってんのかな今は。で、そうなっておりますんで、どうやって仕事をやりながらやっていくんですかっていうところが一番ポイントになるではないですかってことだよね。で、これについて話していこうかなって思っております。で、この講義は私やったのは担当コンプリートっていう講座になるんですけども、週1回しかやらないんだよね。で、これで合格まで担保できるんですかってことも含めて検証していきましょうかってなりますんだね。で、今日使うのは2つでありまして、1つはレジュメといった場合、レジュメといった場合こっちを見てください。レジュメで、これに従って話していきますから。あとはパンフレットっていった場合はこっちになりますので、これね、パンフレットといった場合はこっちを見ていただきたいと思っております。で、まずね、私の経験から少し話そうかなと思っておりまして、で、私は一体どうだったのかってことについて少し話していきたいかなと思ってるんですね。自分の経験ですよね。で、これはパンフレットの、何ページになるかな、38ページっていうところに私のプロフィールが載っていますよね。で、どういう人でって書いてあるってありまして、まず見ていただくとお分かりのように、ベニシって割と理科系多いではないですか、ね、でも、まあ、バリバリの法文系なんですよね。この大学出ておりまして、院まで行ってるんだけど、院は合格した後に行きました。で、もうちょっと勉強したいかなって思ったんですよ。いわゆる試験を受かったってことと、だからさらに探究したいってことは別なんだよね。試験は一応試験で、まあ、これ一区切りになったわけですよ。で、数年講師をやっていた段階で、もうちょっと深めたいなって思ったのね。で、そこで大学に行って、教授と検査したんだっていうのが院でありますんで、そのまま院に行ったわけではないからね、一応会社に入った後に、合格した後に院に行きましたって話になっています。で、戻っていただいて、で、会社では一体どういうことをやっていたのかってことを含めて話していきたいかなと思っております。で、私は昭和63年ですよね、大日本印刷っていう会社に入社いたしました。でね、もともとはですね、別に会社に会社に入ろうと思ったわけでは全くないんだよね。正直言うと当時から院志望だったんですよ。ただね、当時は法史学っていうのを私専攻してましたんで、大学時代はね。で、試験が別の試験をやっていたんだけど、専攻は法史学っていう勉強をやってました。法律の歴史を勉強するっていう学問です。で、その院に行って勉強しようと思ったんだよね。と思ったんだけど、言われたわけですよ、ね、揺れになったと。揺れになって他の試験ねやったんだけどダメだったってだんだん分かってきたんだよね。ちょうど今ぐらいかな、発表になるわけですよ。で、発表になる前に大体分かるではないですか、去年論文受けたと。で、今年もダメかなっていう感じが、まあ、ふつふつと湧いてきたんだよね。で、周り見るとみんな決まってるんですよ、会社に。で、佐藤どこに決まったって言われるのね。で、困っちゃってね、その時も全く決まっていなくって、私だけではなかったかな、同じクラスで全く決まってないっていう人ね。で、院に行く人も、まあ、文系で院に行く人っていないので、いなかったんで、院組んだよって言ったんですよ。だからお前バカだなって言われてね、今更に行ってどうするんだと、ね、早く仕事した方がいいんではないかって言われたのね、で、だけどってもね、院来たかったんで院行くって言って院試を受けようと思ったんですよ。そしたら先生に言われましてね、悪いと、ね、いわゆる留学するんだと言われたんですね。だから君の面倒見れなくなってしまったんで大学院って諦めてくれませんかって言われたんですよ。で、そこからびっくりだよね。だって行く道が全くなくなってしまったわけでしょ、私ね。で、当時はちょうどバブルに入った頃なんでしょうかね、9月にちょうど始めて就活を始めていって、パッと入ったのはこの会社だったんだよね。この会社に入る前提としていろんな、ね、先輩に聞けました、意見を。これからどういう仕事が流行るのかっていうのかな、ないしは自分だったらどういう会社が向いてるんですかってことね、就活全くやってなかったんで聞いたんだよね。そしたら言われたんですよ、ある方にね、今まで何をやっていたと、これこれこういうことをやってましたって言ったんですよ。
そしたらね、その先輩曰く、でこれからは無体財産と知ってるか、ないしは興行収権と知ってるかと。確かに4年時に土曜日かな、やっていた感じがするんだよね。タイムは取っていましたと。で、授業はといったら2回ぐらいしか出たことが全くなくってね、よくわからないんだけど、一応タイムは取ってましたと言ったんだよね。だからこれからはね、そっちの方が飯になるんだよって言われたんですよ。で、当時は素直だったんで、そうかなと思ったんだよね。そうかなと。で、早速調べましたよ。で、八重洲ブックセンターに行って本買ってみて調べたんだよね。興行収権って何と。で、見たら弁理士って書いてあるんですよ。弁護士ではないんだよね。弁理士って書いてある。全く知らなかったんですよ。で、見たら、あれ、この近くって担当があって論文があって公示試験があって 3% と書いてある。理系の理系の司法試験だって書いてあるんだよね。で、見たらね、なんかしたくなってきたのね。勉強というか受験したくなってきたみたいなんです。見たんですよ。で、できたら会社だったら特許部、まあ、当時は特許部だったんで特許部に行こうかなと思っていたんですよ。で、そのくだりは言えなかったんだけど、会社に入りましたね。まあ、バブルだったんで1回面接受けただけで入ったんだよね。で、4月まで全くその後縛りもなくって遊んでいたわけですよ。で、4月に入社式を終えたでしょ。終えて、で、ある程度なんだろうな、新人研修終わった段階で、いわゆるどこに行きたいんですかって言われたんですよ。できたら本社希望で転勤なくてと。そうだと、あの時先輩言っていたよな、これからは知的所有権だよなって言ってましたよ。だよね。だから自分そっちの方に行ったらいいんではないかと言って希望を出したんだよね。そしたらね、この会社ですね、この会社の新卒の第一期として特許部に入ったんですよね。で、当時は文系が1人、理系が2人だったかな、総勢3人が初のね新規入社って話になったんです。で、そこから僕の知財人生って始まったんですね。だから今から30数年前かな、今55になりますんで、30数年前、32年くらい前かな、初めてこの業界に入ったわけですよ、ね、入ったと。で、この会社ってどんなことをやるかというと、結構忙しかったんだよね。で、遅いと、簡単に言うと遅いわけですよ、帰ってくる時間がね。で、結構忙しいわけですよ、だから勉強する時間が全くないんだよね。でも試験を受けたいと。で、当時の上司に聞いたんですよ。どういう勉強したら受かるんですかと。で、言ったんだよね。やっぱり予備校に行けと。行きました、予備校、ね、隠さず言うと入門講座って3回受けたんだよね。で、1回目1月で辞めました。なぜかっていうと全部暗記しろって言うんですよ。でもね、暗記は苦手なんだよね、嫌い、正直言って。まあ、意味もなく暗記してくれませんか、ご老でとか言ったって、私にはピンとこなかったのね。他の勉強やっていたではないですか。ちゃんと理屈があって論辞と知りっていう世界だったんでね。で、それと全く違って単に暗記して試験を受かればいいんですって言われた瞬間にやる気なくなっちゃったんだよね。で、そして一つくらいで辞めてしまった後に遊んでいたわけですよ、ね、そしたらまた言われたんだよね、上司から。佐藤、勉強してるんだろうと、相当できるようになったよなって言われたのね。でもやっていないからね、やばいなと思ったわけですよ、これまずいと。じゃあもうそれはその予備校は悪かったんで、他の予備校に行けば多分行けるんだなと思ってまた別の予備校行ったんですよ、青本中心として勉強しましょうねっていう、まあ予備校でしたって言ったんですよ。青本も見ましたよ、初めて、ね、2年目だったかな。で、見た瞬間になんだこれと思ったのね。築城解説といってね、こんな厚いやつね。で、行間読むんだと言って読むんだけど、理屈がさっぱり分かってこないんですよ、頭に入ってこないのね。聞くとやっぱし暗記しろって言うんですよ。ってやつね、また暗記かよと。一応基本書ってあるけどこれも暗記しろって言ってるのね。嫌になっちゃってね、また一月ちょっと行ってやめてしまったんですよ。やめてしまったのね。で、まだその時って1年目2年目だったんで、そんなに忙しくなかったんだよね。で、その後また言われたんですよ。何もしないで遊んでいたら、いや佐藤もう相当できただろうって言われたのね、上司に。でも何もやっていないからね、受験勉強って、まあ、ちょっとまずいなと思ったのね、さすがに。で、もう一回じゃあ違う予備校に行くと受かるのかなと思ってまた行ったんですね、別に予備校に、予備校を転々としたっていう感じだよね。3年目ね、行ったんだけどますます面白くなくなっちゃったのね。レジュメで勉強しなさいと言われたんですよ。
でゼミ紹介されたのね。だそのゼミも単に暗記をするっていうゼミだったんですよ。当連やって項目ね上げてどうなるんですかってこと言えっていうだけだったらね、パテリになっちゃったんですよ。3ヶ月間ぐらいいてまた消えちゃったんだよね、うん、で担当の問題解いても何やっても全然できなくって、相当やったつもりなんです自分ではね。3回ね担当向けましてやったんだけど全然点数取れなくってやばいなと思ったわけね。でももうやめちゃおうかなと思って一旦また断念したんですよ。で4年目ね結婚したんですよ。で結婚していや今年はね僕は弁理士試験やってるんで受かると言っちゃったのね。でそれは聞いちゃったみたいね。でその今の奥さんだけど、その奥さんがあんたどうなってんのって言われたのね。当然受かるんでしょ、受かる人がこれからどうするのって言われたのね。で何もやってないわけですよ。でまた一から始めようかなと思っていた時に、ある時受験新法かな、当時同行の支援を求めるという形で今の、まあ、先生のところね、先生のところっていうかまあ僕の所長になるんだけど、そこでゼミをやってると書いてあったわけですよ。でそこに行ってハマったんだよね。どうハマったかっていうと、たくさんの方がたくさん議論してるんですよ。議論していて、どうだこうだと先生が当てるんだよね。その都度その都度パッパッてみんな答えるんですよ。で自分は全くやっていないではないですか。やばいなと思ったわけね。いやこれ議論やっていて面白そうだと、ね、単に暗記ではないと、みんな相当切磋琢磨してやってるんだということは分かったのね。で理屈なんだと、じゃあ一生懸命やってこないと来週も恥かいちゃうから一生懸命やろうかなって言ってやったのが4年目かな。その時初めて勉強ってやったのかなっていう感じがします。だからもしもっと早くやっていたら多分ね、僕5年かかったんだけど、かかんないで受かったからっていう感じは実はするんだよね、うん、でそこから本当の勉強なんでしょう。でそこから、その年担当受かって初めて担当受かって翌年度最終ってことになってんのかな、うん、5年かかって受かったんですけどね。だから最初の3年間は闇の時代だな、そういった意味では、うん、でそうなってもらいたくないんですよ、うん、まあ、できれば面白いなと思ってこの業界の勉強を始めてもらいたいと思ってるわけね。じゃあどうやったらそうなるのかなってことについてちょっと話していこうかなと思うんですよ。僕みたいに失敗しちゃったら嫌でしょ、ね、でも当時は言っとくよ、5年かかったけど平均的だったからね。で受かったのが32で受かったんです。これも平均的でした。今40だっけ、ね、ちょっと年取っちゃったよねみんなね。だけど今当時は32で平均だったんで、まあ平均だったから良かったかなっていう感じだったけどね、うん、じゃ あのどうやったら最初からそういう勉強できたのかなってことについてちょっと喋っていきましょうかね。でこれがレジュメの方になりますんで、レジュメ見てください。レジュメの1ページだよね。まず書いてありまして、1番、縦位置ね、弁理士受験生の特殊性と他の試験と違うのは一番違う点は何ですかというと、ここに書いてある通り専門受験生って今いないんだよね。昔はいました、結構ねいたんだけど今いないでしょ専門受験生って、ね、受験だけ特化していると。中にいるかもしれないけど少ないよね。基本的には会社に入っていて仕事をやっていながらやってるっていう方ばっかしでしょ。そういう観点では変わった資格だよなってことになるよね、ここはね、うん。で一応書いてありまして、仕事を持ちながら私もやっておりましたと。忙しかったんです、自分の経験だよね、すごく大変でしたっていう気がします、ね、ただし学校やってる時は学生でありましたんで結構ね緩くやっていたのかもしれないね。だからダメだったんでしょう。で会社に入って結婚してでやばいなと思ってやり始めたんだよね。でその時にやっぱ思いましたよ、時間ってないなと、うん、できれば時間ってできればねもっとあった方が良かったかなと。でもないこと言ったって仕方がないではないですか。ある時間をいかに有効に使おうかなって思ったんですよ、その時ね、うん、でやったんだけどなかなか、まあ、いい指導者に会わなかったってこともあったんだね。で初めてうちの所長に会った時にいい指導者に会ったと思ったんですよ。それが4年目ってことになりまして、その時初めて開眼したんだよな、勉強に開眼したと書いてあるんだけど開眼しました、うん、で思ったのね、本当に面白いと、この勉強って面白いと、面白いと思ったんだよ勉強が。僕なかったもん、一回も大学入試だって面白いと思ったことないし、他の試験だって面白いと思ったことないし、これもなかったのね。でも初めて思ったんですよ、面白いなと思ったのね、うん、まあ周りのね人たちも良かった人ばっかしなんでそう思ったんでしょう多分、うん、でここに書いてある通りであるならば旧試験だったらしたって2年間で受かったと思うんですよ。
当時ね。で、できればね、9試験でも受かる、まあ、今だったらもうちょっと簡単に受かると思うんだけど、9試は大体3000と言ってたな、時間だとね、3000時間あれば受かるんだと言われてました。今は選択科目もないではないですか。で、担当1回受かると、その年と翌年、さらに翌年って、まあ免除になりますよね。そういう制度をうまく使うんだったら、1000から1500でいくのかなっていう感じはします。担当とかだったら800から1000あれば受かると思いますよ。800から1000が担当です。で、論文だったら1500あれば受かると思います。だから論文の方が時間短いでしょう。だから担当さえ受かればなんとかなるんだな、今の試験って。そうなってる。で、ここに書いてあるけど、やり方が間違っていた。やり方をうまくやれば試験って受かるんだよねってことになっていまして、ただ一番の問題点は、社会人が多くこれ通ってる資格試験なんでしょ。仕事をやってるわけだよね。じゃあ仕事って適当にやっていいですかというと、まずいわけですよ。一番に書いてある通り、通学多くなると負担が大きすぎる。仕事中心になりますからね、どうしても。じゃあ仕事適当にやっていいんですかというと、これまずいよね。帰って、逆に帰ってくるから、ブーメランのように。で、そうなると心配事が増えてしまって、勉強も手につかなくなってしまってとなるんで、両方ともうまくいかなくなっちゃうんだよね。で、これが一番悪い傾向と絶対になりますからね。で、こうなってはいけないわけですよ。で、仕事もちゃんとやっていて、かつ勉強もやりましょうねってないとまずいからね。でも、そんなこと言ったってできんのかよってこと当然なるではないですか。だって時間って有限でしょ。なかなかそうはいかないんだよね、実際はね。で、できれば遊びの勉強の時間と本当の勉強の時間って分けてもらいたいわけですよ。で、これは私はね、4年目によってやっと分かったんだな。4年目の時に初めて分かりました。勉強時間って、遊びの勉強時間ってあるんだと。で、それ、その一方で、ちゃんと机に座ってやらなかったらいけない勉強時間ってあるんだと。これ分けないとうまくいかないんだってことに気づいたんだよね。初めて気づいたんですよ。じゃあ、どういうものを持って遊びの勉強時間というのかなってことだよね。多分書いてあるかと思うんですけど、ここね。で、遊びの勉強時間というのは、まあ、通学ではないところで何をやるかってことになるんだけど、まず通学って一体じゃあ何をやるのってことを先しゃべりましょうか。ここに書いてあるんで、通学では何を集中してやるべきなのかと。通学と遊びってこれ分けるんだよね。ないしは机の時間って分けるんですよ。通学は遊びではありませんから、何をやるんですかと。まずは通学で重要なものはと、周りを知ることです。たくさんたくさん、いわゆる同じような環境の方がいらっしゃるではないですか。どういう環境に立っていて、どのくらいできるかなって分かんないと、敵を見ないとさ、自分って分かんないもんね、相対的に。これ見ないとともかくダメなんだよなってまず思いました。まずこれが通学を受けるっていう、まあ一つのポイントになりますよね。あと2つ目、大まかな体系を知ること。これでもウェブでもできるんではないって言うんだけど、確かにできますよね、ウェブでも。できるんだけど、でも質問できないではないですか。聞きたくなるよね。で、そういう時ってやっぱし講師を捕まえて聞くしかないわけですよ。ないしは同行の人でもいいね。そこにいるような人たちに聞いて、ないしは議論して固めるんだよね。だから通学って絶対重要なんですよ。中には。あとは通学においてはできれば場面想定、能力をつけてもらいたいよね。場面想定能力ってあるわけですよ。場面想定能力ね。で、これはよく条文って素読をすればよい、素読とは言いますね。外書いて読むと書いて素読っていうんですよ。やればよいっていうんだけど、最初からやってうまくいくかなっていうとなかなか難しいんだよね。ないしは青本の熟読も同様、なかなか難しいわけですよ。でも最後の方になってくると、絶対これやるからね、素読って。じゃあ具体的にどうやってやるんでしょうね、素読って。今する必要性全くないからね。できるのはっていうと、多分受かる寸前ですよ。やると効果ってすごくあるのね。じゃあどうやって素読ってやるのかなってことだけど、こういうふうにやるんで、ちょっと見ていきましょうか。ちょっと私やってみるんで、素読ね。まあ、条文あるではないですか。まあ、実は明日から担当記録完成講座って始まるんだよね。そこで一応やろうと思ってる箇所なんだけど、まあ、6条っていう条文があるね。まず、ちょっと見ていきましょうか。素読ね。で、あるいは2条でもいいんだけど、まず2条から。2条ね。2条の3項っていうところに条文がありますよね。こう書いてあって、この法律で発明について、実施とは次に限り行為を言うと書いてあって、実施について定義してるぞってまずなってるわけ。これによって何を隠するんだっけ。
独占権の内容って隠せるんでしょ。1号モルナツメについてはと言ってるんで、モルナツメという概念があるんだよね。でも括弧プログラムって含むんだって書いてある。なんでこんなこと書いたのかなってまず止まりますよね。ここでこれ入ってるんだというだけではもちろんダメなのね。それをするんだったら、なんで入ってるんですか、なぜですかね。ブツって定義は具体的にないんでしょ。ないんだったらどこによるんだっけ。一般民法だよね。一般民法によるならば、ブツとは有体物を言うんだって書いてあるわけですよ。じゃあプログラムって有体物なんですかというと違うんでしょ。でもこれをプログラムものとしないとまずい場合ってあるんだよね。だから入ったんだって話になってるわけで、どうしてそうなったんですかってことについては割愛したいと思ってるんだけどね、今の段階ではね、講義では全くないから。まずそう読むわけね、読むときって。あるいは6条ってあるよね。6条、法人でない社団等の手続きをする能力。これ一体何かというと、学校のサークルとか町内会とかこれに当たるんだよね。人ではないんですよ。人ではない。人といった場合については法人か自然人って話になってるんで、人では全くないんですよ。法的で言うならば、人間ではない。猿とか犬と一緒っていう感じになるよね。でもこういう方だったらしたって以下のことってやれるんだぞって書いてあります。それが1号、出願の審査を請求することと書いてあって、なんでこれってその人がやらなかったらいけないのかで、審査請求ってなぜですかね。あるいは2号、特許の異議の申し立てをすること、これもなぜしなかったらいけないの。あるいは3号、特許無効審判または延長登録無効審判を請求することって書いてあるよね。これもなんでしなければいけないの。だって人ではないんでしょ、権利能力は全くないんだよね。でもできるんだと書いてある。なぜですかね、当然1号の場合って補償金請求権行使されちゃうからでしょ。だから早く審査請求を行って否定的な結論を持っていきたいんだよね。そうすると補償金請求権って消えてしまうではないですかって話になるよね。設定登録になりませんって話になると補償金請求債権って消えちゃうもんね。あるいは2号3号であるならば権利行使されてるんでしょ。で無効審判請求して消えてしまったって話になると権利行使で封じることができるもんね。ってことは被告になるんだよってことこれ言ってるわけでしょ、でなんでそうなるからってまさらに考えるんだよね。でそこまで行って初めてそれを食って終わったって話になるわけね。結構難しいでしょ。でこれができるためにはやっぱり相当勉強したかったら難しいなっていう感じがするわけね。だけどこれって自分でできるっていうとなかなか難しいよね、そういうのってこういう講義の中でもちろん話すわけですよ。だから講師言っているわけでしょ。で私一番時間が気に入ったのは暗記をしろというタイプね、あるいはポイントだから抑えろっていうことね。必要かもしれないけどこれ絶対ではもちろんないから、これだけではもちろんないんでね、今みたいなところをちゃんとやってくれないと講義って聞いたって意味が全くないと思ってるわけですよ。でこれやるのが生講義なんでしょ、場面想定能力をつけるんだ。これができるようになるならば何聞いたって場面って想定できますよ。担当問題しかり、論文問題しかりって話になるんだけど、これしっかりとやっていないか、ないしは単に条文読んでるだけなんでしょ。これ届くとは言わないからね、やったところで力がつかないって話になってくるわけ、でこういうのってできたら生に出て聞いてもらいたいわけですよ。自分ではできないからね、ここはね、でそういうのがね、まず数学来る意味って話に当然なるわけです、内容的にはね、でじゃあ通信はどうですかってことになるよね。通信、通信遊びの時間だよね。言ってみたら通学で授業終わった、ないしは問題点が出てきた、問題集を解く、これは本当の勉強時間って話になります。でもこの時間って働いてるから、毎日の、会社に入っている時は多分1日に2時間とかそのくらいしかできないんですよ。実際上自分もそうだからね、帰ってきたら1時とか2時なんですよ。でそこから勉強できますかというとできない。じゃあどうやって私やっていたんですかというと、通勤時間だよね、片道2時間かかっていたんで往復で4時間です。そこを倍速テープレコーダーで講義を取っていたものを聞いていたんだね、ずっと聞いておりました、で一番いいのは入門系か担当系か論文系の知識インプットコーナーが一番いいのね。これを聞いてました。でくる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 回しながら聞いてると何気に形って残るんだよね、頭に入ってくる、でこれやってはいけないのは完璧にしようってことです。完璧に、法律って
特権あるところが分からないときには最後までやると実は分かったりするんだよね。これを繰り返すことによってだん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 と体系できるわけですよ。特許体系、実用信用体系、事象体系、商標体系出てきて、これ全て回っているようになると実は産業財産権全体の体系できてきて、その体系からまた見えるっていう世界があるわけね。でこれができるようになるとさらに著作権についても大体これ想定できるんだったらしいになるからね、でこうなると強いんだよね。でこれができたのがその先生のところに行って初めてなわけですよ。で楽しかったんだっていうのはそのことを言ってるわけね。よく分かったんだと、今まで何やってたかなと思いましたよ、ただその想定を補強するために何をやるかというと、早くから担当問題でやらなかったらいけないのね。で私はそれをやらなかったし、講座もそうではなかったわけ。当時の入門講座って1年かけてまず特許やって、実用信用やって、衣装やって、商標やって、4月から次の3月までそれをずっとやるわけですよ。テキストに従って読んでるだけで、なんとなく分かったっていう感じになるけど、全くそれで担当できるわけないですよね。だって場面想定できていないし、どう解いてくるか、どう解いてくるかって全く訓練していないから分かるわけないではないですかってなるじゃないですか、当然。できれば入門講座に合わせて担当の問題って解けないとダメなわけですよ。でそれで考えたのね、どうやったら講義としていい講義ができるんだと考えたわけですよ。この入門講座で始まったら今から二十数年前に私始めたんだよね。でその時3回転ってまず始めたんですよ。でまず入門やって、論基礎やって、担当やってと、3回転1年で回しましょうと。これによることによって、繰り返し3回できるからいいんではないですかってことを、受けたわけだな。だけど入門の中でもちゃんと単にね、入門って簡単なことであるならばウェブでいいじゃんと思ったわけですよ。ウェブで取ってしまって回せばいいではないですかって思ったんだよね。だって基本的なことってそれでいいでしょ、別に聞くこともないではないですか。概要だったらそれでいいもんね。でそれでまず提案したんだよね。そしたら会社の方で取っていただきましたね。取ってというか、いやそれでやってみてもいいんではないですかってなったわけですよ。そこでワイドクラスもそうなんだけど、こっちの担当コンプリートの方もまず一番最初にエッセンシャルという講座がついています。すでにウェブで取ってしまってるんで14回あるんだけど、パッと見てしまうと聞いちゃうと聞くことができるわけね。だいたい概要わかります。特許とは何か、日常試案何か、衣装商標とは何か、概要わかるんだよね。でこれ簡単ではないみたいね、話聞いた人の話によるとね。最初で実は最後の講座だったって言います。だから口実の直前期はこれを聞いていたっていうから本当なんでしょうね、受講生に聞くとね。でこれを何度かまず聞くわけですよ。で実際上これ聞いて体系を作っちゃいますよね、頭の中にね。だいたい概要と分かったと、やる勉強の幅って分かったと当然なりますよね。でその後で担当コンプリートの基礎編、応用編であってと、基礎編って何をやるかというと、入門講座に合わせた形のいわゆるクレストっていうレチメで私は講義をやっております。ここからはねクレストと、クレストって一体何ってことだけど、これ簡単に言うと入門単元に従った条文と、それから担当のこれ問題が入っているような説明書なんだよね。これまず条文入っているではないですか。34条 6項とか7項って入っているよね。条文入っていて線引いてあるよね。ここからしか出ないってことで線引いてるのね。で一応説明文が書いてあって過去問書いてあってと、丸バツついてますよね。でこれ一応やってしまうと、だいたいこれで特実で何ページありますかね、クレストだけで300ページぐらいあるんだよね。でこれでだいたい特実の8割終わったって話になります。8割、で担当って本来から言うならば、なんだろう、濃淡つけてってのはもちろんあるんだけど、これでだいたいもう濃淡つけてのね、8割ありますんで、これで受かるんですよ、この単元だけで。でこれはもちろん特実の他に衣装もあるし、商標もあるし、あと実用信用商標もあるし、条約もあるのね、全部あります。で今回衣装については大改正でありますんで、これは変えております。改正部分ということで変えちゃってるのね。で多分本邦初だと思うんだよね、改正になったものについて説明しましょうって言ってるのは。
で、一番早い開成講座かなっていう感じがするんだけどね。だからこれから受ける方でもそうだけど、過去にね、過去に受けた方でもいいと思うんですよ。衣装についてはね、あ、こういうふうに変わるんだって分かりますから。ないしはこれが問題だって私言いますからね、衣装についてはね、うん、でまずこれやることによって、だいたいクレストやることによって8割終わるよね。8割で問題と合わせて、実は入門講座ってやんないと、あの、なんだろう、場面想定って浮かばないんだよね。ないしは知識って入ってこないんですよ、うん、でこれ終わりましたって話になると、とりあえず8割終わったって話になるよね。でも担当って抜けがあってはいけないんですよ。抜けがあってはいけないのね。抜け合ってはいけないので、じゃあ何をやるんですかというと、これだよね。築城的にアドバンスってやってきます。でこれが応用編って話になってるわけ、うん、でやっぱしね、抜けあるといけないんですよね。卓一って全てについて分かっていないと本当はダメ。ただノートをつけないと勉強になりませんので、まず入門に合わせて、私はあのさっき言ったクレストっていうテキストでやってるわけね。8L 入ってるんで、まあ、それで受かるかなって思ってるわけですよ。それプラスアドバンスで補強するってことをやってるわけね。でこれ完璧に多分担当のインプットって終わるわけですよ。終わると、うん、でこの言った内容について、まあ、通信含めてね、あるいはあの講座の内容について IC 取って聞いてもらいたいわけですよ。何度も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 ね。これが遊びの時間なんですよ。聞いてるだけだったら疲れないでしょ。勉強しましょうって言って机に座ってやろうかなっていうと、なかなかね、頭に入ってこないよね。仕事も疲れちゃってるし、来週はね、まあ、時間も遅くなってるしってこともありますよね。だけど聞いてるだけだったらなんとかなるかなって思ったのね。自分割と歌ってこう聞くだけで頭に入ってきちゃうタイプだったんで、これならいけるかなと思ったんですよ。でやってみたらうまくいったんだよね。つながったっていう感じがするわけ。だから毎回毎回聞いてるので、その倍で聞いてるんですよ。スピードをね、ピッチを上げて聞いてたのね。当時から倍速で聞いていたので、そうなると何だろうな、担当の日になった時に特許もあっていて、持参もあっていて、衣装もあっていて、商標もあっていて、調布も全部これもあってるっていう状況になったわけですよ。そうなると強いね、うん、仮に未知の問題が出たっていうことになっても大体解けるんですよ。なんとなくこれはこんなことかなって場面想定できてるんで、大体解けるんだよね。想定能力あると解けるんだって話になっています。これをつけるたびにこの講座ってやってるわけね。ないしは遊びの時間ってそうやってうまく使ってもらいたいわけ。それ遊びの時間っていうのは社会人にとっては、まあ、黄金時間になるね。ゴールデンタイムって話になるんで、この能力をうまく使わない人はなかなか受からないんですよ、試験って、うん、これをうまく使ってもらいたい。でその時にまず選ぶシーンってありますよね。まずは書いてあるかな、通信のうまい使い方と書いてありまして、ここね、3番のところの格好に書いてあると思うんだけど、どんな講師が向いてるかっていうのがあるわけですよ、うん、遊び時間をうまく使える講師ね。どういう講師が向いてるんですかと。講師には何パターンもあるんだよね。ここに書いてある何パターンもあると、うん、講義の中で線引いて強調する先生います、うん、いるんだけど、まあ、メリットもあるよね。確かに線引いてるんで一体感あって、授業つまらなくない、眠くないっていうところはこれはプラスになるでしょう。でも線引くって話になると通信には不向きかもしれないね、そこはね。あるいは内容的に薄くなってしまってと、他で補強しなかったらってことになるかもしれないからね、僕はね。あるいはポイントを絞ってやりましょうっていう先生、悪くないと思ってます。それも理にかなってるよね。だけどそれは私の場合についてはさっき言ったクレストっていうテキストの中でやってしまっておりますんで、それも含めて全部やらないと私はいけないと思ってるわけね。できればしゃべることの中心であって、かつちゃんと理由つけてくれないと私は理解できなかったんだよね。でこういう先生が一番向いてると思ってるわけですよ。通信教材含めて遊びの時間活用しましょうっていう先生はそれが向いてるかなって一応思ってるわけね。まあそんな感じになりますよね。で通信でどう学ぶかってことだけど、これさっき申し上げました、ね、音声ダウンロードして速聴するんだよね。何度も何度も聞いてるうちに大体体型って見えてきます。これが見えちゃうと早いんですよ、すごくね、試験で。で各試験各科目の概要をつかんじゃうんだね、これによって。であっていう時はたまにあります。この瞬間が、まあ、いわゆるメモるタイミングね。メモってあとは本当の勉強するんです。
で、本当の勉強ってそういうことをやるわけね。だから問題集解いたりとか論文の答案っていうのを書いてみるんじゃなくって、なんだろうな、頭で言ってみるっていうのが重要なのね。書いちゃうと多分1時間で1問しか解けないって話になるんで、量少なくなっちゃうよね。どうしてもブツブツと頭の中で言うんです。言ってましたよ、なんとかの師匠はこれこれこうでやって、したがってこうなって、論点こうなって、 A はこうなって、しかしこれは問題があるんで B はこうなりますって全部言ったもんですよ当時。でこのくらい言えるようになると多分論文ってどうにでも書けるようになるんだよね、うん。まあ、そうなると多分その下ね、最終的には自覚しないとダメなんですよ。で週1回でしょ、自覚できるような力になるのね、うん。週1回来るだけで自覚できるんだってのはそこまでいかないとできないんですよ。でこれができるようになると試験でも見えてくるのね、もう見えてくるの、うん。あとできれば試験員と同じ目線になれることが必要なんだと書いてあるよね。同じ目線、今の試験傾向ってどうなってるかってあるわけですよ。で忘れよかった、やっぱ旧試験と今の試験ってやっぱちょっと違う感じがするよね。一番顕著なのは論文かなっていう感じはするけど、担当問題もちょっと違う感じがしますよね。そこはねちょっと違う感じがする、うん。じゃあ真摯になっても平成15年の問題と今どうですかというとちょっと違う感じがするよね。聞き方ないしは聞かれ方ないしは問われてる箇所も違ってくる感じがするよね。そこはね、うん、感じがする。でできれば今こういう状況であって昔はこうだったということも含めて言えないと、担当ってこれ全て含めて総合点になりますので、できれば何て言うかな、スカスカな状態は困るんだよね。でそれは講師の力量って話になるんだよね。まあ、それ一応それ全部やるってことが一つのこれ目標になっておりますので、何しろ自分の特徴になってるんで、まあ、これ聞いてもらいたいかなって思ってるわけです。で試験の目線と同じ目線かなっていうとそうかもね。確かに論文とか特にそうかもしれないですね、うん。あと改正法対応でありまして、ある意味今年は一応大改正になりますんで、今年からやる方、うん、ないしは参審した方にとってもいわゆるそうじゃない方から比べたってゼロからみんな始めるわけでしょ。ある意味振り戻しになってしまって全員差がついてないっていう感じになるよね。衣装とか特にね、勉強したければねとなるん でまた余計なことって入ってないからさらの状態だよね、入ってない方はね。であればかえってアドバンテージかもしれないってことはあるかもしれないよね。これしっかりとやりますんで、改正についてはね、そういった意味で衣装法に対する一番早い改正講座ってこの講座かなっていう感じはします。担当的に話しますんで、これこれこれが問題であってこういうことになってるはず、ないしはそういうふうに今考えていますってことを喋るつもりなのね、そこはね、うん。じゃあ担当だけ目指しているんであって論文ってダメじゃんって言われちゃうと困るんだよね。でまず考えてもらいたいのは、担当受からない方って論文って受けることすらできないんだよね。でまた担当上位で受かるとある程度論文の目が出てくる、ここは出てくる。でどうしても論文やりたいんであるならば、それは10月にオプション講座がありますので受けてもらっても良いし、あるいは2年目の講座を他の先生に受けてもらっても良いしと思うのね。で1月以降になれば論文の問題も解いてもらって答練受けてもらってってなると思うんですよ。論文はねやってもらったら良いと思うの。でもどっちにしろ担当の問題解けなかったら論文って答えが上がんないからね、うん。答え上がんないってことは何書いたって無駄って話になるからね。そういうふうに言って そのぐらい担当の点数と論文って連関関係あるんだぞって話に当然なっております、うん。で6番なんだけど、特に今年顕著だったよね。論文式試験は担当試験が瞬間的に解ける力がないとダメなんだよね。時間がないって話になっちゃう、時間がないと焦ってしまう、焦ってしまうと今年みたいな簡単な論文問題特許なんかね、なんでこんなこと間違っちゃったのかなっていうところを間違っちゃうんですよ。瞬間的に解けなかったからですよ担当が、うん。免除制度ができてしまったのの一番の弊害でしょ多分。それはもう論文担当で勉強しなくなってしまったんで、担当知識が落ちてしまったから論文がダメだったんだって方結構いるからね、うん。そういった意味では担当って毎年毎年本当はリマインドしなかったらいけないんだよね、私しは補強したかったらいけないんだったらしに当然になりますからね、ここね、うん。で担当の会社の回答さえできるようになれば、あとは文章力の問題なんだよね、うん。本題から言うならば、これがあるならば受かると思うんですよ論文式試験って、うん。でそれがないっていう人が型を覚えてやるんだったらしになると思うんだけどね、
とこは。で、数回行けば多分語って分かるようになりますよ。そんなにあるわけではないから、語って肩ね、何パターンもあるわけではないので、だいたい3回から4回行けば、多分講義行けば多分なんとなくこれ分かりますよ、書けるようになると思うのね。あとは文章力の問題だけなんですよ、実際はね。はい、メロム体制はそれをやれば良いと思ってるんです。だと7番で完全を期してはいけないと、さっきも言ってるように目指すのは完全を期すんですよ。期すんだけど、よく試験勉強を言うのはここに書いてあるように、ここか、ね、試験までに全ての科目が皿回しの皿のように揺れながらも回っていれば試験って受かるんだよね。完璧に回ってる必要性がある。でも落ちちゃうとこれダメなんで、回ってればいいんですよ、うん、そういう状況が一番妥当なんだっていうことになるし、多分大多数の受験生ってこれで受かってるんでしょ、実際上は、ね、不安定なこともあるんだけど、でも一応回ってるんだよね。でこれってやっぱし速聴して何度も何度もやっぱ聞かないとダメ、遊び時間を うまく使わないと当然ダメなんだよなってことになりますからね、そこはね。はい、でこれができるようになると、ここに書いてある通り未知の問題でもアプローチができるようになる。見たことがないような、でも他の条文からするならば類推ができるんだよね。これを持ってリーガルマインドと言うんでしょ。でこれがある人間じゃないとやっぱしこれからは厳しいかなっていう感じがしますよね、うん、あとやっぱし勉強って結構ね、落ち込むんだよね、やっていても。自分もそうだったけど、なかなか点数が上がらない、やっていて何のためになるかなと思ったこともあります、実はね。あるいは何だろう、どうやったらうまくいくかなってことも考えたこともあるわけね。やめちゃおうかなって思ったことも何度もありますよ。でさっき言ってる3回も入門講座ダメだったんでしょ、やめてしまおうかなって思ったことたくさんありますよ。だけど何だろう、明確なベリストってあると我慢できるんだよね。それを繰り返せるうちに明確に見えてくるの、科目体系とか含めて全部が、うん、できればどういう弁理士になりたいかっていうことまで含めて考えてもらいたいわけですよ。単にバクとしてなりたいというだけではダメであって、と受かりたいというだけではダメであって、いつまでに受かるんだ、でどういう弁理士になりたいんだってことを考えておかないと、これから多分ダメだと思うんだよね、うん、自分今も二十数年経っちゃったかな、受かってから。でずっと講師やってるんだけど、当時思ったもん、ね、法文系で予備校で教えてる先生がいないから、できたら合格したら教えたいなと思ったことがあるのね、思ってたの。そしたらまあ22年もこうまさかやると思ってなかったけど、やってしまってとなっていまして、うん、まあいいか悪いかその別として、自分としては一応満足してる人生だったかなっていう感じはするんだよね、うん、でね、たくさん教えた子も受かってるし、まあなかなかねいい人生だったのかなっていう感じはしますけど、まだこれから先長いけどね、これからも何やるかってことについては、5年単位で見直せっていつも言ってるんだけど、見直してもらいたいと思ってるし、自分もそうしたいと思ってるんです、うん、あと、ね、2番か、受験勉強のやり方がその後の合格を決める、合格の後を決めるんだと。癖ってあるからね、簡単に受かっちゃうのもいいですよ、受かるのもいいんだけど、やっぱしそれなりになっちゃうかもしれないね、うん、であまり今度時間かけちゃうとまたそうなっちゃうかもしれないし、難しいよねそこはね、なかなか。あと3番なんだけど、これ最後ね、自分しかできない仕事って必ずあるんですよ、なんかそれを見つけてもらいたいなと思ってます。必ず特徴ってあるではないですか、私は英語は絶対負けないとかさ、技術関係だったら絶対負けないとかさ、法的なことについても一応知ってるとかさ、なんかありますよね。それは自分の強みにしてもらって売り込んでもらいたいと思ってるわけ、いろんなところに。そうすると多分見つかると思いますよ、自分の道って。何が適してるか分からないけどね、それは自分が一番よく分かってるのかなっていう感じはするけどね、うん、偉そうに言ってるけど私まだ全然分かっていないからね、どうしたいかと、将来的にわたってね、まだまだこの後先長いではないですか、ね、だから皆さんもこれから大変だと思うけどね、ぜひ頑張ってもらいたいかなと思ってるわけで、その一助となってくれるのがこの講座であれば良いかなと思っております、ね、でもしね、機会があってお受けになる方、まあ、生でもいいし通信でも構いません、ね、通信で衣装を含めてやりたいなってこともいらっしゃるでしょ、改正になるからさ、まあ、そういう方も構いませんから、ぜひね、文句を叩いていただきたいかなって思っています、ね、で、できればね、今度お会いするときは合格後にお会いしたいかなと
祝賀会かな、そこでお会いしたいかなと思っておりますので、ぜひね、たくさんの方のご来光をお待ちしております。じゃあ全体このくらいに終わりしまして、あとは個別個別やっていきましょうか。じゃあ今日はお疲れ様でした。